参院選2022の結果について思ったことをあれこれ綴りたいと思います。選挙結果はこちら。全体的に自民が増えていますが、岸田政権の高支持率、野党の自爆のダブルパンチがあった割には増えなかったなとも思いました。ただ表示されている政党では増えているのは自民と維新のみ、過半数を超えているので与党圧勝と言って良さそうです。大阪選挙区を見てみると、長尾さんの次回の選挙を占う意味で注目していました。維新公明が強いのは変わらなさそうですが、松川るいさんが当選していてよかったです。岡山選挙区を見てみると、公明党の推薦を受けないということで小野田議員が心配されていましたが、こちらも圧勝でした。これは嬉しい勝利です。全国比例、赤松先生と青山議員が当選しています。赤松先生は団体がないとツイートされていたかと思いますが、518,453票と大きな票を得られていました。山田議員は174,139票で当選。これは前回の149,833票よりも多いです。元スピードの今井議員は319,359票から147,048票とかなり票を落としていましたが当選されています。参政党はなんと武田教授を超えて157,826票で、神谷さんが比例1位で当選しています。青山茂春議員ですが、当選はしたものの48,1890票から36,9895票とかなりの票を落としています。党員獲得数が1位になったこともあり、青山議員は大丈夫そうだから他の議員を助けたい、一気しかやらん言うたやんか向きなどの理由で減ったのかなと思いました。比例全体の数字を見てみると、2016年は211,4788票で、2022年は1825,7445票と、票数としては185,7343票減っており、割合としては 1.5% 減となっています。自民の議席は増えているのに比例の票数は減っています。青山議員への寝書き案は結構効果があったように感じました。青山議員や守る会の歩みはこれからの6年間でどこまで進むのかは分かりませんが、守る会の3本柱が少しでも進むといいなと思いました。健康くんは結局選挙権がないから誰にも投票してないよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。